なんだか、怖そうな男の人が描いてある入浴剤だね。姉さん、顔だけで判断しちゃダメだよ。風呂長は気さくで優しくて面倒見のいい、風呂好きの奥さんだよ。風呂長さん、この人の名前かな？うん、お風呂が大好きな奥さんで、最後はお風呂で溺死した、伝説の人だよ。それ、ただの自己指示やないかな。自己死だろうがなんだろうが伝説になってたんだから、少しつてことじやん。そんでこの入浴剤は風呂長が生前に作り上げた、この世に2つとないちょいちすごい入浴剤なんだ。その名も風呂長の野望。前浴版半浴版と比べるとマジですごいんだよ。前浴なんて単語初めて聞いたよ。イオンは知ってた。うん、初めて聞いたけど、どういう意味なの？全身浴と半身浴のことに決まってるじゃん。てか、マジで知らなかったの？知ってる方がおかしいよ。いやいや、風呂好きなら誰でも知ってることだって。ほら、やっぱり普通は知らないんだよ。通じがない奴らばつかだな。機会があれば、俺がお風呂のことを詳しく教えてあげたいよ。そういうの考えずに、ただのんびりゆっくりとお風呂に浸かるのが好きなんだけど。あら、姉さんはそっちの人か。まあ、言われてみれば確かに姉さんらしいかな。俺は逆に、風呂は真剣勝負の場だから、一度入ったら出るまで緊張しっぱなしだけど。気の休まらないお風呂だな。でもこの入浴剤ってどういう効能があるの？箱の後ろには絶対に長風呂したくなるとしか書いてないんだけど。それでいいんだよ。これを使うとすごく気持ち軽く落ついて、ついつい長風呂しちゃう、つて効能なんだ。それ、効能とは言わないんじゃないかな。もっと腰痛とか冷え性とか、そういうのには。入浴剤にそこまで求めるのは間違ってるよ。それなら普通に温泉に行くか病院に行った方がいいんじゃない？ただ長風呂したくなる入浴剤って、どうなんだろう。それより入れすぎるとのぼせちゃいそうだから、そっちの方が心配だよ。